なんか面白そう。いいね。今年の超音楽祭のコメント数グラフ見ようぜ。そんで、ド土ンゴの、ほら、でもほらほらなんでこれで俺がガチャガチャ言われなきゃいけないんだよ、バカが。てか、俺たち以外コメントしてねえじゃん。え、まさかさ、俺たち以外コメントしないのもう。ずー、ん、んー、んーって感じじゃん、おい。なあ。俺たち以外コメントしてねえじゃねえか。恥ずかしい。 なんか,か俺たちが勝手に盛り上がったみたいなこれマジですげえとかきめえわえもうワンマンライブじゃん俺の、ね、俺のワンマンライブにようこそようこそ俺のワンマンライブにうそうなっちゃうじゃんこんなんなったら多分大石さんぐらいからウィアーって伸びたんだろう それでさ、なんか、荒らさねえでください。だったら、おめえがその荒らしを追っ払うぐらいコメントすればいいだろうがって。<laughs> 兵庫が怒ってるってってたよ、俺じゃなくて。おマジでひょうこ切れてたよ。ひょじゃなくてチョト、蝶と蝶と怒ってたよ。はっきり言って。そいつらに。俺じゃねえぞ。俺そんな揉め事起こしたくねえから。 超党から来た <laughs> 俺ら追っ払ったら、おめえどうすんだよ。<laughs> なんでだってもうさ、こんなこと自分で言いたくないけどさ、結構、もう、多数化、多数、多数派になってきてるじゃん、じゃ俺たち。多数派。大事にして、もっと。 女、でもあれしようぜ。なんかさ、強く言っても響かねえからさ、優しく言うぜ。ねえ、俺たちのこともっと大事にしてって。なぜなら俺たちも大人になったから。大人になろう。俺が。俺たちのこと大事にしてください。つって。しかしさ、何が面白いってさ、こういう詳細のデータって上層部みんな見てるっていうのが面白いわ。みんな俺のこと大っ嫌いなのに。<laughs> それが超ざま見ろ。ええー、見てるどうもーいえ、見てる距離だ 俺だよ俺がギュッってあげたよ <laughs> お前の綺麗な俺があげたよ全然音楽のおの字も知らねえ俺があげましたなんなら今ドワンゴからの音楽系の仕事、音楽を入れ全部 NG してまーす <laughs> 見てますかでもコメ数去年からの数理について毛も触れ絆への出演しか書いてなかった <laughs> いいじゃん、俺たちだけ知ってればいいじゃないか 絶対そんなことないね。絶対そんなことない。絶対うちのキチガイどもがいっぱいコメントしたせいだよ。俺断言できるわ。絶対うちのキチガイどもだよ。俺はわかる。これはおごりじゃなく、じゃあ俺の力とかじゃなくて、おめえらみたいなキチガイを飼ってる俺の功績だから、そこは。だってみんな、ねあのー、あれじゃん。捨てられたわけじゃん。保護されてきてなくて、最後ここにたどり着いたってことでしょ。 そこを保護した俺にの功績でしょ、そんなの。<laughs> そうでしょ、そんなの。みんなだって、そうやって言われるのが嫌なんでしょあいつらんところバカだ、あいつらんところ気違いだな、みたいな。で、だからそういうやつらをどん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 これから集めていって、無視できない。<laughs> あ、そう、え、でもあれですよね、って。あの、こんな、ね あの僕たちこんなにいっぱいゴミいっぱいいますけど、みたいな空気で腐らせよ <laughs> そりゃ書けねえよな。加藤竜一さんが出たおかげでなって口が裂けても言えねえよな。<laughs> そりゃそうだわ。お前ら二人だけで小林幸子絆愛がいる二日目丸々越したからな。<laughs> ほら、絆、まず絆愛は嘘じゃんよ。まず。 まず、絆、嘘じゃん。書けばいいんだよ。なんか、よくわかんねえ、吉街の、バカな視聴者がいっぱいコメントしてくれましたって書けばいいじゃん。芸能人だけじゃなくて、そういう人たちの中にも、おもろいやつっているんですね、みたいなこと書けばいいじゃん。何が絆だ、絆なんか、二コとなんか、めに、考えにねえわ。YouTube しか考えてねえ、バカ。副業にもなってねえ。 とりあえず言っときますか。金くれたし、みたいな感じだろうが。大金払って。いの録画、ふざけんななんであいつが録画で、お前 なんで、録画できたんてうか。なんでさ、こういうのみんな持ってんの加藤純一と絆愛のコメントに。なんで、誰がこういう分析班がいるのこれ、これらしいん、ほら。ほら。栗田なク栗田ほら。全然ちげえじゃねえか。 内部告発だこれ絶対いいかげん純ちゃんを認めようっつってクリスだかクリタだか分かんないけどいいじゃん <laughs> でちょっとなんでなんで全部こういうデータあれが好きなんだ野球もひいきのなんか選手の 打率とかが俺,、まあ、俺もそういうの大好きやけどな坂本の打率が今3割4分1厘だっていうこともしっかり把握しているそういうやっぱ好きな人のデータみたいなの見るのおもろいよねセイバーメトリックスニコ生セイバーメトリックス <laughs> パワーポイントにもなってるどういうことだパワーポーでまとめてくれてんの見よう 猫玉はこの先生き残れるのか見ようか。2014年からのデータで見ると、え23時の月平均放送枠数。それ自体は、まあでも1000件ぐらいは減ってるのか。やってる人自体も減ってるよってことか。2014年の1月から2018年の1月にかけて、マックス6 0 0 0人ぐらいいたところが4000人になってるよって。 米かいらないね確かに中状況なんだだってまあまあどころか3分の2になってるってことかまあでもこれ自体はあれだよねあの他のサイトが。 出てきてるって。ただ、一番面白いのは、この一般、は雑談系なまるし、半分になってるわ。ゲーム系はまあ、そんなに変わってないけど、雑談系なまるし、半分。一般、一般半分。いいね。え、23時の月平均放送枠、書いてみた、歌ってみた、あ、もう歌ってみた、死んでんだなにし、だっておい、バカ、おい、バカ、バカ。歌ってみたさ、 マックス2百0 60あったのが、今50だって。ええー。いや、この青、声真似なんて完全に死んだんだ。150ぐらいあった、130あったのが、今15だって。声真似死滅したよね。2016年。 俺、出てないとこだ。え <laughs>、だってこれ、ちょっとみんな待って。ね、俺たちちょっとさ、おい、褒めてもらわない待って、ちょっと待って。一昨年のニコニコ超音楽祭、来場者22万、コメント20万。a y 2が、まあ、来場者10万、コメント10万。去年、ゆず、会いますいっぱい出ました。 来場者数16万、コメント19万。デイ2、小林さんちコ、高橋洋子、ゴールデンボンバーコメント23万、ああ、来場23万、コメント19万。ケボフライマススプラゼンツ、22万、コメント51万。おかしいだろこれどう考えてもよわかるだろネットのやつはバカバカか,か加藤淳一だろどう考えてもよこれ。 おかしいだろコメント録がこ俺だって言ってなだろが、バカだな、これ。俺、俺だっつってんだろうが。あ、超歌舞伎どうだったのまあまあ盛り上がったの。あ、でもすごいね。1時間で、来場者2万4件、コメント8万いってるわ。だ、要は、ニコニコ超歌歌、さあ 今年のメインっていうのが音楽王の通常放送と同じぐらいってことでしょえ、やめた方がいい。ちょっと待って、俺頭がめまいがしてきたからコ打ってくるからやめた方がいい。だったら音楽王やった方がいい。ただだぞ。何億かかってるか分かんないけど、音楽王やろうぜ、通常放送の。